何のよう。 D2 はどこ？ D2 がいないのなら帰るけど。私は D2 を殲滅すること以外に興味はない。時間の無駄をさせないで。でも D2 を倒すために必要なことならやらないでもないわ。管理官から聞いてるわ。ムジカートとコンダクターの関係構築は重要だって。それが D2 を殲滅するための近道なら、さっさと始めましょう。私は亡き王女のためのババアナ、モーリス・ラベルによるピアノ曲、後に編曲された管弦楽曲でもあるけど、まあ細かいことはいいでしょ。本当にこんなことで強くなれるのかしら。あなた案外おしゃべりなタイプ。今あなたとの関係構築が一歩後退したわ。悔しいけど私はムジカートとしてはビギナー。あなたに導いてもらわざるを得ない。会話においても賢明な指揮を期待するわ。肝に銘じておいて。 D2 は敵よ。それ以上の情報はいらない。余計な情報はノイズにしかならないもの。倒せばいい、それだけでしょ。に聞くけど、 D2 を憎まない人なんているの？世界を苦しめるあの不条理な害悪を。これこそ無駄な会話だわ。ともかく D2 が現れたら一番に私に知らせて。約束よ。会話も大事かもしれないけど、共に戦うことで深まる絆もあるわ。やっぱりこれで本当に強くなれるのか、にわかには信じがたいわね。でもいいわ、今はとにかくやってみるしかないもの。何よ偉そうに。そう言われるとなんだか納得いかない。でも私がムジカートとして経験がないのも事実。今はあなたを信じてみるわ。まあ D2 が出ない間の暇つぶしにはいいかも。一人で特にすることもないから、好きに呼んでって。別に呼ばれたいわけじゃないから、それは勘違いしないでね。一人で暇だったからちょうどいいわ。話しましょうか。これを私に？割と好きだから、その嬉しいわ。まあありがとう。二人きりで会話っていうのも慣れないわ。でもやってみるしかないものね。何その顔。私が律儀に来たことに驚いてる？私だってそんなに非協力的じゃないわ。 D2 を倒すために必要ならなおさらね。だから遠慮なく呼べばいい。他に用事なんてないんだから。え？用事くらいはあるだろって。だからないんだってば。いいから気にせず呼んだら。わかった？そろそろ日常的な話をしてもいいかもね。事務的な話ばかりじゃ絆なんて深まらないもの。しっかりしてよねコンダクター。私からそんな指摘をさせないで。え？やけに積極的だって。そんなわけ。必要だからやってるだけ。まあ便利な場所ってところ。ここに来たおかげで戦う力も得られたし、感謝だってしてる。だからそれに報いるためにも戦うわ。
かの中でってこと？どうかしら。どこでもいいけど、静かな場所がいい。部屋は周りがうるさいから、誰もいないホールとか、ともあれ。場所なんてどこでもいいわ。D2 を殲滅するっていう私の目的を邪魔しないなら、打ち解けてきたかしら。もう少し話してもいいわ。少し踏み込んだ話ができた気がするわ。気持ちもだんだんほぐれてきた。次は何を話そうかしら。あなたも考えておいてね、コンダクター。一人で暇だったからちょうどいいわ。話しましょうか。これを私に？割と好きだから、その嬉しいわ。まあありがとう。さて始めましょうか。ただの会話に気負う必要なんてないもの。便利な道具、乱暴な言い方かもしれないけど、それが事実よ。何？ちょっと傷ついた？残念だけど、やっぱり道具なのよ。ムジカートは単独で戦えるけど、コンダクターは無理。だから私にとってコンダクターは戦うための便利な道具でしかないのよ。まあ結局自分以外は道具でしかない。目的を達成するために必要なら利用する。ムジカートもコンダクターもこの私の素体だって。そう、まあたわいない会話でも暇つぶしにはなるわね。少し踏み込んだ話ができた気がするわ。気持ちもだんだんほぐれてきた。次は何を話そうかしら。あなたも考えておいてね、コンダクター。一人で暇だったからちょうどいいわ。話しましょうか。これを私に？割と好きだから、その嬉しいわ。まあありがとう。さて始めましょうか。ただの会話に気負う必要なんてないもの。来るのが遅い。あなたが呼んだんだから早めに来るのは礼儀でしょ。まあいいけど、次は何を話す？考えたんだけど、もっと個人的なことがいいかもね。ほら、関係を深めるのが目的なんだから。天気や社会情勢について話してても仕方ないわ。例えば普段思ってることとか悩みとか。え？やけに私が積極的だって。別に会話を楽しみにしてるってわけじゃない。考えてきたって言ってもちょっとだけだから。妙な勘違いはやめてほしいわ。私がそんなタイプに見えるのかしら。ともかく始めましょう。あなたにも考えてきてって言ったわよね。良き式を期待するわ、コンダクターさん。休みね。特に何か目的を持って過ごしてはいないわ。そもそも休みなんていらないと思ってるし、時間があるなら一匹でも多く D2 を倒したい。
気が合うわね。今度命令無視して二人で地上へ出ちゃうなんて冗談よ。そういえばあなた休みの約束をいろんな無地カードとしてるらしいわね。そういうのやりすぎるとトラブルを生むから気をつけなさいよ。案外お話が上手なのね。驚いた。こんなこと誰にも言わないけど、私ずっと不安だったんだなって思うの。あなたとこうして話してるとすごくほっとしてることに気づくの。一人で暇だったからちょうどいいわ。話しましょうか。これを私も、さて次はどんな話題を選んでくれるのかしら。期待してるわ。私も少しは胸襟を開いてもいいかも。始めましょうか。苦手な相手ね。仲がいい相手もそうだけど、そんなに付き合いが広くないから何ともね。どういうタイプが苦手かっていうのはあるけど、どんなだと思う？なるほど。子供ね。子供が苦手な人って案外いるイメージだけど違うわ。子供であることと性格は関係ないと私は思うし、それに子供ってどうあっても守らなきゃいけないものでしょ。まあ苦手な人っていうのはいないに越したことはないけど、もし苦手な相手が戦いの支障になるっていうのなら、その時はあなたが指摘して、そしたら私も考えるわ。案外お話が上手なのね。驚いた。こんなこと誰にも言わないけど、私ずっと不安だったんだなって思うの。あなたとこうして話してるとすごくほっとしてることに気づくの。一人で暇だったからちょうどいいわ。これをまあ、さて私も少しは。苦手な相手ね。どういうタイプが苦手かっていうのは、まさか当てるとは思わなかった。伊達に会話を重ねてはいないわね。あなたそういう人ともうまくやってるから理解してもらえないと思ってた。私物事を決めつけちゃう人って苦手。それって可能性を自ら閉じてるってことじゃない？まあ苦手な人っていうのはいないに越したことはないけど、もし苦手な相手が戦いの支障になるっていうのなら、そしたら私もうこんなことあなたとこうして話。一人で暇だったからちょうどいいわ。これをまあ、さて次私も少。苦手な相手ね。どういうタイプ？もしかしてあなたそんなことないって言ってほしいの？逆にあなたみたいに勝手に話してくれる人は楽。
この受け答えはちょっと面倒くさかったけど、まあ苦手な人っていうのはいないに越したことはないけど、もし苦手な相手が戦いの支障になるっていうのなら、その時はあなたが指摘して、そしたら私も考えるわ。会話って頭の体操にもなるわね。悪くないわ。こんなこと誰にも言わないけど、私ずっと不安だったんだなって思うの。あなたとこうして話してるとすごくほっとしてることに気づくの。